基礎給与の改定2024年7月1日からベトナム政府は基礎給与234万ドン付きに引き上げました。この改定は政令73万2024ノルマル DCP に基づいて行われ役人や公務員に適用されます。社会保険及び健康保険の計算基準となる月給の上限も引き上げられます。具体的には 基礎給与の20倍を超える月給を受け取っている労働者は社会保険と健康保険の計算時に新しい上限に基づいて調整が必要です最低賃金の改定最低賃金も2024年7月1日から最低賃金も引き上げられます政府は政令第74万2024ノルマル DCP を発行し 地域ごとに異なる最低賃金を規定しています。以下はエリアごとの新しい最低賃金です。エリアごとの最低賃金。地域。I.468 万ドン月き約197アメリカドル。地域。I.I.416 万ドン月き約175アメリカドル。地域。I.I.I.364 万ドン月き約153アメリカドル。地域。 I.V. 三百325万ドン付き約136アメリカドル基礎給与の改定2024年7月1日からベトナム政府は基礎給与を234万ドン付きに引き上げましたこの改定は政令73万2024ノルマル DCP に基づいて行われ役人や公務員に適用されます 社会保険及び健康保険の計算基準となる月給の上限も引き上げられます具体的には基礎給与の20倍を超える月給を受け取っている労働者は社会保険と健康保険の計算時に新しい上限に基づいて調整が必要です最低賃金の改定最低賃金も2024年7月1日から最低賃金も引き上げられます 政府は政令第74万2024ノルマル DCP を発行し地域ごとに異なる最低賃金を規定しています以下はエリアごとの新しい最低賃金ですエリアごとの最低賃金地域 I468 万ドンつき約197アメリカドル地域 II416 万ドンつき約175アメリカドル地域 アイ i i 3 6 4万ドン付き約153アメリカドル地域 i v e y 3 2 5万ドン付き約136アメリカドルエリア74万 2024NCP エリアは表を参照するか参照リンクを見てください企業側の注意点この改定に伴い企業は次の点に注意が必要です 社内の賃金テーブルが地域最低賃金を下回らないよう確認し必要に応じて修正する労働契約書の給与が地域最低賃金を下回らないよう確認し必要に応じて従業員と相談の上で労働契約の給与を引き上げる失業保険の月給が最低賃金の20倍以上の労働者については失業保険の月額給与を増額する。 これらの改定により、ベトナムの労働者の生活水準が向上し、経済の安定と成長が期待されています。このチャンネルではベトナムのニュースを発信しています。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。